今日は牛丼風のおにぎらずを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は牛丼風のおにぎらずを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ボリューム満点のおにぎらずレシピをご紹介していきます。具材はですね、レタスと牛肉、そして目玉焼きを入れていきたいと思います。こちらの牛肉に関しましては牛丼のお肉風に仕上げていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉の具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛肉の切り落とし、玉ねぎ、お醤油、お砂糖、みりん、お酒、だしの素、おろし生姜、こちらの材料で作っていきます。まずお肉に関しましては、今回は牛の切り落とし肉を使っていきます。こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてお酒ですね、こちらはですね、塩分の入っていない清酒を使っていきます。そして生姜ですね、今回は手軽におろし生姜を使って作っていきたいと思います。こちら生の生姜を使っていただいても OK です。その場合は千切りにして入れていただくといいかなと思います。そして残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、レタス、ご飯、焼き海苔、そして卵を焼くときにサラダ油を使用していきます。ということでね、残りの具材はこんな感じになってます。卵に関しましては両面焼いた半熟の目玉焼きにしていきます。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにお肉の具材から作っていきます。玉ねぎをね、スライスしていきます。ちょっとね、厚めに切っていただいても OK です。はい、玉ねぎをこのようにスライスしてください。スライスする幅なんですが、少し厚めに切ってます。こちらは薄くしていただいても大丈夫です。それではね、続いてお肉ですね。今回切り落としなので切る必要はないんですけれども、少しね、下味をつけていきます。その下味はこちら、お砂糖ですね。お砂糖をね、お肉に少し揉み込んでいただくと柔らかい食感をキープすることができます。使うお砂糖から1つまみから2つまみぐらいですね、お肉にかけます。そして揉み込みましょう。はい、 OK です。お肉はこのように下準備しておいてください。それではね、具材を炒めていきます。まずはじめにここに調味料を入れていきましょう。お醤油、みりん、お酒、そしてお砂糖、あとはだしの素、そしておろし生姜を入れます。これで一度火にかけましょう。火にかけたら混ぜてください。一度ね、お砂糖をまず溶かしてください。お砂糖がだいたい溶けたら、ここに玉ねぎを加えてください。そして全体に広げます。そしてこのままですね、玉ねぎに火が通るまで加熱していきます。火加減は中火から弱めの中火で調整してください。はい、玉ねぎが柔らかくなりました。途中でね、水分が飛びすぎてしまいそうな時は蓋をして加熱してください。今だいたいね、3分半ぐらい加熱してます。そしたらここにお肉を入れます。そしてお肉をね、お箸でほぐしながら炒めてください。あとはですね、水分を飛ばしながらね、加熱していきましょう。あんまりね、お肉もね、加熱しすぎると硬くなっちゃうので、加熱のしすぎには注意してください。はい、 OK です。お肉に火が通ったら火を止めます。これで具材のお肉は完成です。そうしましたら、こちらをですね、一度粗熱を取ってください。そうすることで味がしっかりと染み込みます。そして冷ます時はこのようにバットに開けて、表面が乾燥しないように上にピタッとラップを貼り付けておいてください。それでは続いて目玉焼きを作っていきます。まずフライパンにサラダ油を敷いてください。全体に広げます。そして火にかけます。一度フライパンをだいたい30秒ほど温めてください。卵なんですけれども、直接割り入れてもいいですし、ちょっとね、心配な方は一度器に開けて、そこの器から流し入れるようにしてください。こんな感じでね、器に開けてね、やってみてください。それではフライパンが温まったので、卵を落とし入れます。少し低めの位置から落とし入れましょう。はい、
このまま焼いていきます。ちょっとねこんな感じで整えてこれで焼いていきます。火加減なんですけれども、目玉焼きは弱火で焼いてください。強火で焼いてしまうと下の方だけが焦げてしまいますので、必ず弱火でじっくりと焼くようにしましょう。かつですね、蓋はせずに焼いていきます。蓋をしない状態で焼くと卵の水分が飛んで、その分とても濃厚な仕上がりになります。今回ね、分かりやすく1つ分でやったんですけれども、2つ作るときは同じフライパンに2個割り入れていただくといいかなと思います。はい、今ねだいたい弱火で1分40秒ぐらいですね、焼きました。半分ね固まってる状態です。焼き色を見ていただいて、いい焼き色がついてたら裏返します。今回両面焼きですね。よいしょ。裏返したら気持ち優しく押さえてください。この時ね、黄身を潰さないようにだけ注意しましょう。できるだけ卵を平らにしていきます。あんまりやりすぎるとね、黄身が潰れちゃうので注意してください。このままですね、片面も焼いていきます。はい、で片面も同じようにだいたい1分40秒ぐらい焼きました。綺麗にね焼き色がついて、かつこう触った時にまだ卵黄の部分が半熟状態ですね。そのぐらいで火を止めます。卵はね半熟に最後仕上げるんですが、余熱でも火が入るので結構柔らかめの状態で取り出していただいていいかなと思います。そしたらこちらもバットに開けます。ではもう一つもね同じように作っていきます。それではね、仕上げていきます。まずですね、まな板の上にラップを敷いてください。そしたらこの上に海苔を置きます。海苔なんですが、こうやってツルツルしてる方と、あとはザラザラしてる方があります。このツルツルしてる方が表面になるので、こちらを下にしてザラザラしてる方を内側にしましょう。そしたらですね、まずご飯の半量ですね、1個分の半量なのでだいたい 50g から 80g ぐらいがいいかなと思います。そして中央に広げます。最終的にこの対角線上を合わせて四角くしていくので、それに合わせてご飯もねちょっと四角めにしていただくといいかなと思います。はい、こんな感じです。そしたらここにですねレタスを敷きます。はい、こんな感じです。そしてこの上にお肉を乗せます。お肉なんですが、必ずね水分を切って乗せるようにしてください。はい、こんな感じです。そしたらこの上に目玉焼きです。最後ですね、上にご飯をのせましょう。はい、こんな感じです。それではですね、対角線上に海苔を合わせていきます。よいしょ。はい、まずねこのように両端留めます。そしたらこちら側からも包んでいきます。よいしょ。このようにねちょっとおにぎり押さえながらね包んでいただくといいかなと思います。こちら側も結構ねきつめにキュッと最後口を閉じます。はい、こんな感じです。そしたらこちらをねラップでくるみましょう。くるむときはきつめにねくるんでください。はい、こんな感じです。このようにくるみます。それではねこのままだいたい10分ほどなじませてください。ではね残りも同じように作っていきます。はい、それではね10分経ったので切りたいと思います。切るときはですねナイフを濡らしていただくと切りやすいです。ではね半分に切りたいと思います。いきます。じゃじゃーん、このように美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これで牛丼風おにぎらずの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお肉もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。卵もトロトロ半熟に仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。もう最高に美味しいです。お肉も柔らかくて、この半熟卵とすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の牛丼風おにぎらずのポイントです。まず牛肉に関してなんですが、今回は牛バラの切り落としを使ってます。こちらの部位に関しましてはお好みのものを使用してください。そして牛肉の具材を作る時なんですけれども、お肉にですねお砂糖を少しまぶしておいてください。そうするとお肉が柔らかい仕上がりになります。そしてその後ですね、こちらの具材が仕上がったら一度粗熱を取ってください。そうすることでしっかりと味が馴染みます。こちらの牛肉
肉に関しましてはあまり煮すぎてしまうと硬くなってしまいますので、お肉に火が通ったら火を止めてください。そして目玉焼きについてのポイントです。今回は両面焼きの目玉焼きを入れてます。この目玉焼きを焼くときなんですけれども、片面だいたい1分30秒から1分40秒ぐらいずつ焼いていただくといいかなと思います。ただこちらはですね、卵の温度だったりとか、あとはフライパンの材質とかでも変わってくると思いますので、様子を見ながら焼き時間は調整してください。目安としてなんですけれども、指で黄身の部分を触った時に柔らかい半熟状態になったら取り出してください。余熱でもね少し固まるので、仕上げたい半熟よりもちょっとね柔らかい状態で取り出していただくといいかなと思います。もし半熟が苦手な場合はもちろんしっかりめに焼いていただいても大丈夫です。そして具材を包む時のポイントです。まずはじめに海苔の中央にご飯を半分乗せてください。今回の分量だと2人分でだいたいね250から 60g のご飯を使ってます。なので1個に対して 120g から 130g 使ってます。その120から 130g の半量ですね、それをまず下に敷いてください。そしてその上にレタス、牛肉、目玉焼き、そして残りのご飯を乗せて、あとはですね対角線上に海苔を折りたたんでください。そしてその後はラップできつめにくるんでいただけたらと思います。この時ね、あんまりギッチギチにやってしまうと卵の黄身の部分が割れてしまう時がありますので注意していただけたらと思います。あとは10分ほどなじませてから切ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は牛丼風おにぎらずを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。